すごい怖い顔で私を見下ろしてるんです。もう何人もが6、7、8人で、何って言ったら、なんかバケツをパッと渡されて、はい行くよみたいな感じ で、ちなみに村の女性たちは英語は話せませんでした。ギリアマ語っていう、ギリアマの人たちだったのでギリアマ語を話すんですけど、私もちろん全然その着いたばかりでわからないので、雰囲気で来いって言ってる、そして何でかわからないけどちょっとイライラしてるって思いながらついてる。でこう結構足元の悪い山道をガーッと登ったり降りたりっていうのをついていって、そしたら川に着いたんですね。そうかそうか、村には電気も水道も通っていなくって、村長の部屋にしかトイレっていう風に設定したものはないんですね。でもそれも壁に穴が開いてるだけなんで、そこに向かってするっていう感じなぐらいだったので、もう毎日の必要なお水は川に汲みに行くわけです。そのバケツでみんなの真似をしてザッと川の水を汲むんですけど、でみんな頭の上に乗せます。で私も乗せようと思ったら、まずそのバケツツルツルに入れたお水が頭の上に乗っからない。もう乗せてもグギってなっちゃう。もうみんな平気でポンって乗せてるけど、頭の上に重たいものを乗せるという経験をしていないので、もう首が支えられないんですね。でその日の様子を見て、もうなんか女の人たちみんなこう舌打ちするっていうチッって言われながら、いや怖いと思いつつも、その女の人たちは運べないという意味がないから減らしてくれるんですよ。このぐらい減ればいいでしょ、ゴン、クギンチッっていう、その辺を繰り返しながらまた減らしてます、テンコンってクギンチッっていう、なんかそれをね5回ぐらい繰り返したらもうこんぐらいしか残りませんでした。安全に運べそうなのが、乗せてよし大丈夫っていうのがこのぐらいしかね、水が入らなかったんですよ。で本当に使い物になんないなみたいな雰囲気もすごいわけです。女の人たちのなんか圧が、ごめんなさいごめんなさいって言いながら、じゃあ村へ戻るぞって言うんだけど、本当にね何も乗せてなくても手を使って登りたいような、決してこう足だけスススッと行けるような道じゃないんですけど、その村の女性たちはまあ軽やかに、もちろん両手放しで、あるいはちょっと添えるぐらいでスススッと登っていくわけですよ、その川沿いのねところを。で私はもうなんか必死、いやもう水も大変だし、もう足元あれだし、なんとかしていくんだけど、その後も、もう本当彼女たちは何も乗せてないんじゃないかぐらいの感じでさーっと歩いていくんだけど、私はもう転ばないようにするのにも必死だし、水こぼさないようにするのも必死だし、もうヘトヘトになって、もう最後尾をチッチチッチ言われながら、下打ちを打たれまくりながら歩いていって村に着きましたよね。で頭から下ろします。女の人たちが私のバケツの中身を見て、今までで一番大きいチッが出ましたバケツに入ってた水がこのぐらいだったんですよ。もうほとんどない、お前使い物にならないなって、もうはっきりそう言ったのがもう分かるぐらい、言葉知らなくてもね、もうみんなからお前は本当に使い物にならないっていう感じの目で凄まれて、ごめんなさいごめんなさいって言いながらね、それが最初の水汲みでした。でその日からもう朝晩朝夕ね、水を汲みに行くんです。そのたんびに叱られながら、女の人たちはとにかく仕事の量がとても多くて、畑の仕事をして、まあ洗濯炊事、とにかく何もそう電化製品というものがないので、手で全てをやるから時間がかかる。一日中ずっと仕事をしている。男の人
ちはっていうと、太鼓の村、太鼓で生計を立てている村だったので、太鼓を作って月に1回だったかな、販売しに行く、海沿いにあった大きな町に行くから、その簡単に行けないじゃないですか、距離があるから。だから一月かけて太鼓を何本も作って売りに行く、で売りに行ったついでにその町で演奏をして、それでも現金を得る、で帰ってくるっていうことで、そのまあ太鼓作りの仕事はあるんだけど、毎日やるわけじゃないんですね。例えば木を切る日、切ったらその後ちょっと乾かすので、乾かしてる間やることないですね。女の人たちの仕事手伝えばいいじゃんだけど、完全に、仕事がパッキリ分けられていたので、男の人たちはやることがないと、もうほんと木の下でこう横になって酒飲んで、もう昼間からもうずっとこう寝てる。で子供たちにとかちょっかいを出したり、なんか本当にこうぐうたらしていることが多くて、これは本来そこの村では男性のものなんですね。女性は叩かない、女性は歌と踊りで、男性も歌と踊りもあるけれども、太鼓がメインっていう感じなんです。で、でもこう太鼓を勉強したいって言ってることはみんな知ってるから、女の人たちからはね、男女みたいに言われて、いじめられたりいじめるってことじゃない、からかわれたり、でも女だから女の仕事はやらなきゃいけない。基本的には女性たちと一緒に水を汲んだり、畑仕事手伝ったり、お料理を手伝ったりとかしている途中で、先生がもうなんか気まぐれとしか言いようのないタイミング、決まってないタイミングで、おいそろそろ太鼓やるぞって、おやきって言われて、はいって言って手を止めて、女性たちにごめんなさいして、太鼓があるんでって言って、でみんなにチッてまた言われながらあとこの村にいる間に何回舌打ちされたでしょうね。めちゃくちゃされましたよね、まあ、慣れていくんですけど。で先生に呼ばれたら太鼓の時間で、太鼓をして、太鼓が終わるとまた村の仕事、女性たちの仕事のお手伝いっていう暮らしを一月近くしました。その水汲みはですね、やはり毎日朝夕するので、上達していくんです。で一月そこで生活をして、帰る頃には両手話まではいかなかったんだけど、片手で支えれば行き帰りできるようになったし、水もバケツ全体の6割7割7割はいけなかったかな、でも6割いや7割ぐらいいったかなとにかく最初に比べたらものすごく入るようになった。で女の人たちからも途中からね、あんまりチッチッチッチ言われなくなってお前それなりに役に立つなって言ってもらえるようになったりしてね。あと女の人たちは本当にダンスと歌が好きで、でお前日本人だから踊れないだろみたいなね、バカにされるんだけど、私ヒップホップとかダンス好きでいろいろやっていたので踊れるよって言って、なんかこう踊って見せたりすると、それでね結構距離が縮まったんです。お前踊れるなって、なんか踊れるともう仲間だみたいなね、面白いなって思ったんですけど、仕事がどれだけできるか覚えられるかっていうことも大事だけど、それ以上に距離がぐって縮まったのは踊りを一緒に踊った時でした。でアフリカンだとこんな感じとか言ってこうちょっと見よう見まねでやると上手いけど、なんか自分らしさみたいなのないなみたいなことを言われるので、
を自分なりにこうアレンジをしてやった方がおおって言って踊れるなみたいなね。それであのすごく仲良くなった感じ。